はい、ということで梅雨入りしちゃってすごくフラストレーションがたまる時期になっちゃったわけなんですが、まあ、それを発散させるためにはですね、一つは何かを買って物欲を発散させるっていう方法もあるんですけど、あんまりそればっかやっててもしんどいと言いますか、ただでさえカツガツなのにそればっかりもちょっと無理というところがあるんですよね、まあ、なんでぜひとも助けてほしいなとは思ってるところなんですけど、一方で他にもですね、何かこう手を動かすと言いますか、工作をするっていうのもですね、気を紛らわせるのにはいいんですよ。まあ、僕結構 DIY とか趣味にしてるんですよね。でその一つとして、まあ、反射望遠鏡を作って、とは言ってもフレームの部分なんですけど、それでなんとか撮影に使えるものに仕立て上げようっていう計画もあるんですが、そちらの方はかなり大掛かりになりますし、結構正確に作らなきゃいけない。それに加えてですね、資材とかもまだまだ集めていかなきゃいけない段階なので、すぐにすぐできるものじゃないんですよね。まあそこでちょっと空をぼーっと見上げていて、何かできないかなって考えていたんですけど、ふと昔を思い出してしまいました。でその時にですね、2枚板式赤道儀っていう、まあ、超簡易ポータブル赤道儀を作ってですね、遊んだことがあるんですよ。まあ、当時は本当にモータードライブ付き、しかもオートガイダーが付いたような赤道儀なんて夢のまた夢っていう感じで、まあ、それでですね、近くのホームセンター行って1000円ぐらいで、本当にですね、簡易的なものなんですけど、赤道儀を作って、まあ、整備して遊んでいたなっていう時期があったなということを思い出したんですよね。で、いろいろ漁ってると、これ設計図なのかな?まあ、なんと言えばいいのかよくわからないんですけど、概略図って言った方がいいのかな?これが出てきましたんで、まあ、今一度復元してみようと思った次第です。まあ、すぐには使えない状態ですけどね。それでは、よろしくお願いいたします。さて、まずはですね、この概略図じゃちょっと分かりづらいかなとは思うんですけど、基本的にはですね、ドアのような動きをします。蝶つがいがついていて、まあ、そこを中心にですね、だんだん開いていくんですけど、まあ、その開きをですね、星の動きと同調させて、まあ、追尾させてやろうという感じですね。で、その制御を、細かな制御をボルトでやるんですけど、このネジの径とピッチっていう話があるんですが、でピッチっていうのは1回転させた時に何ミリ進みますかっていうことなんですけど、例えばネジの直径が M5、 あ、これ天体の M5 ではなくてですね、まあ、5ミリっていうことなんですけれども、この直径が5ミリであればピッチは 0.8、 6であれば1、8であれば 1.25 と、まあ、それぞれ決まってるわけですね。まあ、中にはインチとか、あとは細めとかいうですね、意地悪な企画もあるんですけど、まあ、インチは例えばカメラ三脚で使いますね。あれが確かですね、8分の3と4分の1だったっけ、これも2種類あるんですけど、国内のものはですね、基本的にはミリに準拠してます。で、大体アメリカとか、まあ、ちょっと一部の海外の地域でなんか変な企画使ってるっていう感じですね。まあ、ともかくですね、ホームセンターでよく扱われているのはここら辺の企画になってきます。で、これを使ってですね、微動を再現してやろうっていう話なんですね。で、原理はこんな感じになってます。まあ、いろいろとごちゃごちゃ書いてありますが、先ほども申し上げました通り、蝶つがいによって2枚の板がですね、開閉するような仕組みを作っておくわけですね。まあ、それがそのまま曲軸になります。で、つまみをもう片方の端にですね、設けておいて、で、ボルトの先がですね、板に当たるような仕組みを作っておいて、一回しするとですね、ピッチ分この板が押し出されるわけですね。で、その時になんですが、蝶つがいと押しネジの中心部の距離、これが非常に重要なパラメーターとなります。で、計算としてはネジのピッチからタンジェント 0.25 度を割るという形になってきます。で、今回の設計値になるんですが、 M8 のボルトを使うと 1.25 を割る、だいたい 0.0044 ということで 284mm になります。で、この 0.25 って一体何かっていうと、15度の60分の1なんです。で、星空の動きを見るとですね、まあ、ずっと例えばインターバル撮影とかしていると、北の方に向けているとですね、おおよそね、
おおよそ24時間で1回転します。まあ、正確ではないんですけど、4分ほどちょっとサバは読んでいるんですが、つまりですね、これ逆算すると1時間で15度、そして1分で 0.25 度なんですね。つまり1分でつまみを一回しするとちょうどそれだけ分動いてくれるという形になっているわけです。まあ、よくわからない場合ですね、この設計値そのまんま使えば良いかなと思います。ただしこの赤道儀はですね、根本的なエラーがありまして、それが、タンジェントエラーと呼ばれるものなんですけれども、この装置はですね、円運動ではなくて直進してしまうんですよ。押す部分がずっとまっすぐ進んでしまいますので、だん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 エラーが積み重なっていってしまいます。で、開き角が小さい時はですね、大丈夫なんですけど、これ数学的に言えばですね、タンジェントシータが、その角度が小さい時ってほぼシータで表せるから、そんなに誤差が出ないんですけど、だん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 その部分がですね、積み重なっていってしまうわけですね。で、開き角が大きくなればなるほど、どんどん誤差が出ていきますので、可能な限り小さいところで使うっていうのが一つ追尾のコツになってきます。ただ、このエラーがですね、効いてくる前に、もともと手動でちょっとずつちょっとずつ回転させて追尾するようなものなんで、そこがプルプルと震えたり、ちょっと当たったりすると、もう台無しになってしまったりということがありますので、本当にそれ以前の問題というところは出てきます。ともかくですね、こちらはイージーに作ってしまおう。簡単にですね、あり合わせのもので作ってしまおうっていうところが大事なポイントですね。だからあんまりこう真剣に作るものでもないです。これ元々のアイデアはですね、確かスカイ&テレスコープ、アメリカの方のですね、天文雑誌なんですけれども、これで60年70年前ぐらいに出てきたとか言われていますね。アメリカさんは本当こういうのが得意で、ドブソニアンとかもそちらだったかな。とにかくあり合わせのものを使って、そして簡易に作ってしまう、目的を絞ってですね、簡略化して作ってしまうっていうところが本当に感心するよなと思ったりしますね。こういうところはちょっと見習いたくなるようなポイントですかね。